おはようございます。ザース。今日は、はい、緑店へ今向かってます。あ、緑、なんか久しぶりですね。はい、なんでまた緑店。いや、それがあのリリーちゃんがジムから営業に行って、はい、で店舗が緑店になったんですよ。あ、そうでしたね。そうそうそう。で、はい、その移って1週間ぐらい経つんですけど。あ、ちょうど1週間ぐらいですか。そうだね。ちょっと様子見に行こうと思って。はい。ね、てかあれじゃないですか。みどりちゃんのあの名前の由来が緑店にいたからですよ。あ、そうです。私の母校。元緑店ですもんね。そう。これ母社。あれ、これ右ですよね。あ、そうそうそう。あ、もともととしくんがいたんですよね。そう、私の一番最初はとしさんが上司で。マジっすか。そうそうそう。営業できるんですか。やってたよ。え、多分私が来る前からやってたよ、としさん。どんな感じなんですかね。え、変わらないんじゃない、別に。え、怖くないですか、だとしたら。なんで。え、優しいというか。坊主でですか。え、その時坊主じゃなかったよ。あれじゃないですか、営業行って3日ぐらい帰ってこないとか、うん、何何何、話が長くてやばっ。嘘っす、嘘っす、やめてください。怖いぞ。やめてください。はい、そんなところに、はい、リリーちゃんが配属になったので、はい、覗きに行こうと思います。はい。やる気の、それじゃあ、はい、緑店まで決まった。決まりました今、うん、決まりました。ちらってちらっと覗くわ。行くよ。じゃあ行き来したんですか。行くよ。行くよ。え、どうやって行くんですか。え、お疲れ様です。って、あ、社長の真似してみる。お疲れ、お疲れーって感じ。行くよ。お疲れー、お疲れ様です。何ちょっと社長風で来てみました。社長風、はい、やってますね。自分にびっくりした。え、やってますね。やってますよ。移動して1週間、はい、どうかなって様子を伺いに来ました。どうですか。まだ現場をそんなもらってるけど、まだ着工とかはしてないから、はい、工事自体は始まってないから、はい、あの先輩とか後輩についてってる感じですね。あ、今はまだ自分の管理はまだ、自分の管理で自分一人での打ち合わせはまだ、うん、もらった、これから始まる現場をいくつかもらったってぐらいやから、うん、なるほど。どうですか、緑店。みんな仲良くしてくれるんで、私はとても嬉しいです。皆さん、そう言われてますが、どうですか。言うしかないよね。いやいや、本当に思ってますよ。本当に思ってますよ。どうですか、1週間ですけど、まだ。どうですか、私も聞きたいですよ。なんかでも新鮮、はい、昨日一緒に同行して。あ、そうなんですか。同行しました。はい、そうそう、なんかでも、まあ郵便局の現地を行って、はい、まあ、屋根少し上がらせてもらって、はい、まあ、タラップって言ってはしご、はしごみたいな、はい、ちょっと上見てくるわって言って上がってったら、サッサッサッって上がってくるから大丈夫って、はい、全然なんかそういうのもできるんだなと思って。あ、そういうのはもう全然、スライダーとか全然登っちゃってたんで、あ、去年とかやってる時、高いところ得意。得意なんですけど、この前、そう、昨日検査移転、伊藤君の現場、あ、はい、ちょっと怖いなと思った、足場登った時に。あ、久々だから、久々やからちょっと怖と思った。へえ、うん、やっぱり、でも慣れたら多分またスタスタって多分足場の上走ってる。まあ、その、慣れると大変。まあ、その慣れた時がね、一番落ちるな。そうそうそう。しょがれさんも移動してきましたよね。はい。どうですか、今の緑店は。印象ないみたいですか。でも回ると緊張します、やっぱ。あんだけ
普段喋るのに隠してますね本性をリーちゃんそういえば3店舗春日行ってそうです、全店舗制覇した社員っているんですかね今まで。ない。あ、いないんですか。初の快挙やん。おお。そういえばですけど髪型ちょびっと変えたの気づきました。え、触覚ですか。ん、触覚みたいな。あ、そうそう、触覚。そう、触覚を、触覚をつけた。つけた、つけたっていうか全部耳にかけてたので、ちょっと。あー、そういうこと。触覚を生んだ。多分視聴者さんはもう気づいてますね。視聴者さん気づいてるかな。多分初めてこれで触覚で動画撮ってるかも。あ、そうなんだ、うん、それはあれですか、まあ、店舗も変わるし雰囲気も変えていこうみたいな。そう、いや、そうか、触覚作った方がイケてることないと思って。おお。どうですか。いや、いいと思いますよ。触覚いいですかね、はい、でもちょっと邪魔やな、触覚あると。ああ、確かに、うん、なんか、うん、事件というか、うん、こっちへ来て、うん、そうですね、小さなことでもいいね、なんかそういう話を聞きたいです、どうしよう。そうそうそう、事件。でもそんな自分の現場管理しないから、大体同行でしかしてないから、そんなすごい事件って起こしてないけど、うん、あのこの前、昨日、うん、昨日塗装の検査に、まあ、サブで行って、うん、まあ、メインの管理の人は別でおって、その人のサブであの塗装の最後の検査に行った時に、足場結構久しぶりに登って、結構久しぶりに登ったらちょっと怖いなと思って。へえ。そう、2階の普通2階の家で、うん、シートもシートやってたっけな、うん、シートもしやってた、メッシュシートも、うん、やっててダブルで組んでたから。あ、結構広いね。そうだ、シングルかな、シングルか、シングルや。あ、だから別に普通に、まあそんな苦しくないやん、ピンみたいに苦しくはないやん、うん、やったけど、ちょっと結構怖くて、やっぱ久しぶりで、うん、で、なんか踏み外して、そう、踏み外してマジでめっちゃ危なかったんで、なんか私結構いろんな職人さんとか、もう入社してからずっとやねんけど、いろんな職人さんとかに、うん、なんかすごい足場スイスイ歩くねって結構よく言われてて、いろんな職人さんに、本当に、うん、もう塗装の職人とかにも、いろんな大工さんとかにも、すごい怖く、なんか見てて怖いっていうか、なんかスタスタ行くから、歩くのが早いし、結構すごい登り方するから、すごいねってよ、本当に職人さんによく言われてて、うん、で言われるけど、結構私どっか片手はこう持っとくっていう風には決めてて。あ、そうなんだ。そうやねんけど、なんか踏み外しちゃって。へえ。そう、でも持ってたから、ちょっとおーみたいな感じで助かった。怖っ。いや、マジでちょっと死ぬかと思ったよな。2回ぐらいで死なんか知らんけど、マジで職人さんにはよく言われる、なんか、これすごい、すごいねって。だから、そうですね、これからあの職人さんにまた言われるかもしれん。そうだね。そう、新たな職人さんと会うから、この店舗で。うん、あ、そうだね。そうそう、今まで春日店だったんで。ありがとうございます。はい、まあ、1週間ですけど雰囲気よくやってそうですね。うん、すごい本当にみんな絡んでくれるんで、うん、なんか絡んでくれるとすごい嬉しい人なんで、私は。あ、だから、はい、嬉しいです。はい、またぼちぼち、はい、はい、プランナー業務じゃないけど、はい、もう取っていけたらと思います。あ、全然、また来ますね、本当に取りに来てください、マジで、はい、みどりちゃんが来るんやったら毎日来てもいいよ。毎日は無理だと思うけど。求人道場、あと、はい、外壁塗装したいお客さんとする施工店をつなぐマッチングサイト、はい、あのやってるんで、業者さんの募集か、どっちも。で、マッチングは6月から本格的スタート。おー、6月からそんなにお客さんも使えるってこと。そう。おー、そういうことた。今は施工店の募集ってことやな。そう、今業者募集してて、で6月で一旦その募集切って、あ、募集切って一般のお客さんも使えるようになるってことね。そう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 。おー、まあ、もちろん塗り替え道場でやってくれるのが嬉しいんですけど、はい、まあ、塗り替え道場以外にもね、ちょっと
会社とか耳会社いっぱいあると思うんで、まあでもその前に塗り替え道場にも言ってきてほしいよなって、そうだね、お願いいたします、はい、私がもしか運が良かったら私が来るかもしれないんで、そうですね、はいはい、はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします、はい、また見てね皆さん、最後手だけ振ってください、ありがとうございます。